教育委員会では良好な学校教育環境の実現に向け、町立小中学校の適正な規模、配置等について検討するため、町立小中学校適正化等検討委員会を令和3年度に立ち上げ、これまで検討委員会を8回、作業部会を8回開催してきました。また、学校適正化等に関わる検討の周知や検討委員会での議論、参考とすることを目的に、昨年10月に保護者、町民、教職員を対象に、寒川町立学校の目指すべき望ましい教育環境に関するアンケートを実施するとともに、令和4年3月から4月にかけ、寒川町立小中学校適正化等基本方針案のパブリックコメントを実施し、コミュニティスクールや小中一貫教育、学校の配置バランスや学級編成、通学、校舎施設、機能の複合化などについての意見等が出されるとともに、方針、括弧案についておおむね賛同いただける意見が寄せられました。その実施結果なども踏まえながら議論を重ね、第5回検討委員会において、方針に関する報告書が取りまとめられました。それを受け、令和4年6月に教育委員会に基本方針の策定を行ったところでございます。それでは、まず寒川町立小中学校適正化等基本方針についてご説明させていただきます。寒川町立小中学校適正化等基本方針本編をご用意ください。では、表紙の次にあります目次をご覧ください。はじめにと基本方針といった大きく2部で構成されております。まず、はじめににつきましては、学校適正化等検討の背景や、町立学校の現状や予測、寒川町が目指す教育、基本方針を策定する目的について記載しております。次の基本方針では、大きな1番、基本的な考え方、大きな2番、適正な学校規模、3番、学校の適正化等を進めるにあたっての留意事項、4番、学校再編計画の策定といった基本方針や留意事項について取りまとめております。それでは、具体の説明に入ります。1ページをご覧ください。大きな1番の学校適正化等検討の背景でございますが、まず、括弧1。寒川町の公共施設再編に関する経緯としまして、人口減少や少子化を背景に、本町においても小中学校において児童生徒数や学級数が減少する、いわゆる学校の小規模化が進むことが予想されることから、学校の適正規模、配置等を考え、教育環境を整備していくことが重要な課題となっている点について、町の人口推計のグラフなども用いながらお示ししております。2ページをご覧ください。こうした中、2021年に策定された寒川町公共施設再編化計画などにおいて、町税収入の減少と社会保障費の増加により、町の財政はさらに厳しくなると予測されており、町税減収と少子化の進行を念頭に、公共施設の統合、複合化を進めることとされました。このように、学校適正化の検討については、町の公共施設全体の再編の中で行われているものであることを記載しております。さらに、括弧に学校適正化等に関する考えについてにおいては、学校教育施設について、厳しい財政状況の中で老朽化対策、安全確保及び機能充実等を図るため、児童・生徒数に合わせた施設の適正化だけでなく、動きの早い社会変化に合わせて教育環境の整備が求められていることや、児童・生徒の発達や成長、学校教育をめぐる諸問題に応えていくためには、小中学校間や学校と地域間の連携協力が必要となっていること、保護者、地域、学校、
行政が一体となって取り組む必要があることを記載しております。3ページをご覧ください。大きな2番の寒川町立学校の現状と予測でございますが、まず括弧1、児童生徒数の推移と今後の見込みとしまして、児童数は2025年度から、生徒数は2032年度から減少傾向となる点などをお示ししております。4ページをご覧ください。さらに括弧に、学校規模の状況としまして、推計上通常級のみの学級数となりますが、児童生徒数の減少に伴って町内の各小中学校の学級数も減少傾向となることをお示ししております。また5ページにかけて、括弧3、学校教育施設の主要目標年数としまして、町立小中学校8校のうち、建築後50年を経過した校舎等を保有する学校は3校、建築後40年では6校となっており、老朽化が著しい状況となっており、改築や超寿命化改修といった再整備事業を計画的に進めていくことが必要となる点などをお示ししております。6ページをご覧ください。大きな3番の寒川町が目指す教育でございますが、8ページにかけて、学校適正化等を進めていく上で確認しておくべき本庁教育の基本理念と目指す子ども像を記載しております。8ページをご覧ください。大きな4番の基本方針を策定する目的でございますが、本基本方針は、町立学校が将来小規模化することに伴い発生するさまざまな課題の解消などに向けた一方策として、学校の適正規模配置等の基本的な考え方を示すものであり、今後の具体的な計画づくりのための指針となる旨記載しております。9ページをご覧ください。これより基本方針の内容に入ってまいりますが、大きな1番としまして、学校適正化等の検討については、将来の寒川の子どもたちにとって目指すべき望ましい教育環境づくりを行うということを、学校適正化等の基本的な考え方としていることを明記しております。大きな2番では、学校適正化を検討する上で非常に重要な項目となる適正な学校規模についての内容となります。括弧1、基本的な考え方としまして、義務教育における学校においては、児童生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという特質を踏まえ、一定の児童生徒数が確保されていることが望ましいと考えておりますが、それを整理する視点として3つの視点を記載しております。1、社会性等を育む視点では、クラス替えや多様な教育活動を可能とするとともに、さまざまな環境下で新たな人間関係の構築に対応できるような学校規模が望ましいといったことを記載しております。10ページをご覧ください。2、指導体制を充実する視点では、きめ細やかな指導ができるように、教員同士が指導方法の工夫や改善に組織的に取り組むことができる教員数の配置が可能となる学校規模が望ましいといったことを記載しております。3、学校を運営する視点では、公務を分担することで教員一人が担う負担を軽減し、教員が児童生徒と向き合う時間をできる限り確保できる学校規模が望ましいといったことを記載しております。11ページをご覧ください。括弧2、町民、保護者、教職員対象アンケートからの主な意見としまして、こちらでは昨年10月に実施をしたアンケート結果のうち、学校規模に関する部分について、学級数が少ない場合のメリットやデメリットも加えながらお示ししております。括弧3、検討委員会からの主な意見としまして、2021年に策定された寒川町公共施設再編計画を踏まえて検討を行うこと、
子どもたちにとって望ましい教育環境という視点から検討を行うこと、教職員の負担を軽減し、子ども一人一人に目が行き届くようにすることについて、小中学校適正化等検討委員会で確認された学校規模に関する意見を記載しております。括弧4においては、寒川町が目指す学校規模としまして、次ページにわたって小学校についてはクラス替えが可能となる各学年2学級以上、中学校についてはクラス替えが可能であり、かつ免許外指導を生じさせることなく、国語、社会、数学、理科、英語に複数教員が配置できる各学年3学級以上という学校規模の基準をお示ししております。続いて12ページをご覧ください。まず大きな3番では、学校の適正化等を進めるにあたっての留意事項ということで、学校適正化等の検討においては、学校適正化後の将来ビジョンの共有が重要であり、適正化等の検討を契機とした魅力ある学校づくりにつなげていくという視点が大切であると考えます。また、新しい時代への対応という観点から、今後さらに求められるであろう取り組みへの考え方について、構造図として整理をしました。その中でも、学校の新たな形づくりとして、コミュニティスクール、小中一貫教育、少人数教育の3つの取り組みについて検討していくことを明示しております。13ページをご覧ください。学校の新たな形づくりとして、今後検討すべきコミュニティスクール、小中一貫教育、少人数教育の3つの取り組みの概要について記載しております。1、コミュニティスクール、学校運営協議会制度では、保護者や地域住民が学校運営に参画することで、地域ならではの創意工夫を生かした特色ある学校づくりにつながるといったことを、次の2、小中一貫教育では、中1ギャップの解消やより系統的な学習のために、義務教育9年間を一貫した教育課程で編成することや、さまざまな種類、施設形態があることを。さらに14ページをご覧いただきまして、3、少人数教育では、小学校の学級編成の標準が段階的に35人に引き下げられることに伴い、中学校についても小学校と同様の教育環境にすることについて検討することが必要であることなどを記載しております。15ページをご覧ください。括弧に、適正な配置バランスとしまして、図にある通り、公共施設再編計画上での考え方をお示しするとともに、本庁においては既存の小中学校について、国基準よりも通学しやすい条件、通学距離にしてもなお重複部分が生じる大変恵まれた状況にあることを説明しております。学校の配置にあたっては、可能な限り児童生徒の負担面や安全面などに配慮し、地域の実態を踏まえた適切な通学条件が確保されるよう努めることを記載しております。次の括弧3、通学時の安全等におきましては、次ページにわたって国の通学距離の考え方をお示しするとともに、町の通学に関する考え方としまして、徒歩による通学を原則とする点や、通学距離については国の基準の半分である小学校では片道おおむね 2km 以内、中学校では片道おおむね 3km 以内を目指すことを記載しております。次の括弧4、校舎の安全等におきましては、校舎の安全を第一に、老朽化対策などの整備はもちろん、多様な学習内容や学習形態に応じた施設整備の充実を図ることが必要であり、ポストコロナ時代において未来志向を持った上で、今後の新しい時代の学び屋となることを目指すことについて記載しております。さらに17ページの括弧5、児童生徒への配慮におきましては、学校適正化等を行うにあたっては、学習環境や生活環境、教職員との関係等が大きく変化するため、
児童・生徒の不安等を可能な限り軽減するとともに、新たな学校生活に円滑に移行できるよう、事前・事後ともに配慮することについて記載しております。最後の留意点としまして、括弧6、地域への配慮におきましては、学校が地域の避難所や交流の場など、さまざまな機能や地域とのつながりを合わせ持っていることを考慮し、今後検討するとともに、地域住民と十分に意見交換し、丁寧に進めることについて記載しております。最後に、大きな4番、括弧仮称、寒川町立小中学校再編計画の策定としまして、寒川町公共施設再編計画等の関係計画や、町の上位計画との整合を図りながら、今後、基本方針に基づいて、括弧仮称、寒川町立小中学校再編計画を策定すること、再編計画の策定にあたっては、施設の老朽化対策のほか、財政負担の軽減を図るための視点も含めて検討すること、他の公共施設との複合化についても検討してまいりますが、その具体については教育環境に配慮した上で、再編計画策定後に検討することなどについて記載しております。基本方針に関するご説明については以上となります。よろしくお願いいたします。検討方法につきましては、まず大きな一番として、学校配置の検討に関わる基本要件を設定いたしました。内容としては2点ございまして、まず括弧1としては、町の公共施設再編計画を踏まえて検討を行うということで、丸1、町全体で8校から6校への再編、具体的には小学校4校、中学校2校の組み合わせによる配置を基本として検討を進めることとしております。また丸2、財政負担の視点については、新たな用地取得が難しいことから、既存の学校の位置を基本に検討を進めることとしております。次の括弧2では、子どもたちの望ましい教育環境を整えるということで、丸1、バランスの取れた学校配置、丸2、適切な通学条件、丸3、適切な学校規模の3点を掲げております。次に大きな2番、検討方法と進め方についてです。学校の配置については、さまざまな配置案が想定されます。オンライン地域懇談会やパブリックコメントでは、最終的な配置案だけでなく、さまざまな可能性について検証し、その検討経過を明らかにしてほしいとのご意見をいただきました。これらのご意見を踏まえ、想定される配置案について、配置条件を明確にして比較検討をしていくこととしました。進め方については、基本要件に示された視点を設け、段階を追って絞り込むこととし、第一段階として、子どもたちの望ましい教育環境を確保するために、配置バランスが取れているか、通学距離が適正か、学校規模が多少課題とならないかといった視点で比較し、候補を絞り込んだ後、次の第2段階において各配置案の課題等を明らかにした上で、さらに詳細な比較検討を進めていく考えでございます。続いて大きな3番、学校配置候補の考え方についてです。学校配置の検討に関わる基本要件に示した通り、小学校4校、中学校2校の配置とした場合の候補数は、小中学校を合わせると全15案の学校配置候補となります。次に裏面ですね、大きな4番、学校配置候補案についてです。基本方針でも掲げられておりますが、子どもたちの望ましい教育環境を確保するための視点についてお示ししております。1点目については、配置バランスについてです。児童生徒の負担軽減のため、可能な限り町内にバランスよく配置することを目指します。2点目については、通学距離についてです。
学校の配置にあたって可能な限り児童生徒の負担面や安全面を考慮し、小中学校の適切な通学距離、小学校おおむね2キロメートル以内、中学校おおむね3キロメートル以内を全地域において確保する必要があります。通学距離については基本方針16ページに記載しておりますが、国が示す通学距離の考え方について、小学校にあってはおおむね4キロメートル以内、中学校および義務教育学校にあってはおおむね6キロメートル以内であることとして定められております。町内での交通事情を踏まえると、安全上自転車通学は困難であり、徒歩による通学を原則としております。徒歩での通学を前提とした上で、望ましい通学距離は国が示している基準の半分である小学校ではおおむね2キロメートル以内、中学校ではおおむね3キロメートル以内と考えております。3点目については、適正な学校規模についてです。適正な学校規模、12学級から18学級を確保できるよう、多少課題とならないように児童生徒の居住分布を考慮して配置する必要があります。基本方針3ページで示されている児童生徒数と学級数の確保の推移における、2060年の児童生徒数の推計によると、旭小学校と小谷戸小学校の児童で約半数を占め、北部地域に児童が多く分布しており、北部地域の小学校を1校の配置とした場合、課題規模となる可能性があると考えられます。これらの要件を踏まえて、学校配置の比較を行い、候補を絞ってまいりました。資料ナンバー2の1、検討方法についてのご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。まず、A3 ですね。資料2の3と書かれてます。学校配置候補比較表第1段階について、説明いたしますので、ご覧ください。まずこちらなんですけども、上段の表についてですが、左のところの表則には、基本要件で示しております3つの視点、配置バランス、通学距離、学校規模が示されております。また表と、頭のところですね、上のところになります。こちらにつきましては、左から評価項目、評価の理由、評価の順に並んでおります。配置バランスにつきましては、小学校では南部、中部、北部、中学校では南部と北部にバランスよく配置されているか、通学距離については、小学校は 2km 以内、中学校は 3km 以内になっているか、学校規模については適正な学校規模となるかを評価項目に添えまして、それぞれのパターンを丸、満たしていると、×、満たしていないと評価しております。この評価基準に基づきまして、小学校を4校とする配置案は、全部で5案、中学校を2校とする配置案が全部で3案となります。それらすべてのパターン、全15パターンにおいて検討した比較表が下段の表となります。じゃあ、配置バランス、通学距離、学校規模といった3つの視点を評価するとともに、総合的な配置候補の評価について、表の一番下のところに、示しております。基本要件に示してあります3つの視点については、どの項目においてもしっかりと満たされていることが重要であると考えております。よって、配置候補の評価においては、3つの視点すべての項目が丸、満たしているものについてのみ、総合的な配置候補の評価についても丸としております。これらの視点を満たすパターンとしては、結果的に赤枠で囲んでいる丸1、丸4、丸11、丸14の4つのパターンとなり、これら4つのパターンについては、配置バランス、
通学距離、学校規模といった3つの視点について満たしていると判断し、次の第2段階への配置候補とさせていただきました。では続きまして、 A4 の横の資料ナンバー1、配置パターン別検討比較表第2段階、A4 のものでホチキス止めになっているものです。ご説明をさせていただきたいと思いますので、資料の方をご覧ください。まず、上段の表をご覧ください。第1段階から絞った配置パターンを、A から D までの4パターン表示をしております。次に、下段の表をご覧ください。表と、項目の部分につきましては、左から右に確認項目、内容、結果、備考という流れになっております。第1段階よりもより詳細な確認項目を設けており、それぞれの確認項目に対応した内容が記載されております。内容を保管するために参照、別紙で資料を作成する予定でございます。また、表側左側の部分につきましては、上から下へ、まず学校規模について、次に通学条件についてめくっていただきまして、学校と地域との連携について、施設の機能について、整備経費の検討について、まためくっていただきまして、新しい学校の形について、また最後の項目21のところで総括という順に並んでおります。現段階におきましては、こちらの資料ナンバー1、配置パターン別検討比較表第2段階については、ご説明をさせていただいた表頭の部分および表則の記載があるのみとなっております。本日は皆様からの表の内容や各確認項目を検討していくにあたり、参照とする資料についても不足等がないかご意見等をいただきたいと考えております。本日皆様からいただいたご意見等をもとに、再度この表の内容の修正等を行った上で、今後行われます適正化等検討委員会において、この表の内容を確定させ、その後の各パターンの検討につなげてまいりたいと考えております。ご説明については以上となります。よろしくお願いいたします。